天空のハーモニーポケットモンスターエメラルド実況プレイ、皆さんはこんにちは、ワラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回は近接シティの北の方角を目指して、ここまでやってまいりましたね。勝ち抜きさん一家との戦いがあったりと、あんまりねストーリー的には全然進んでない感じなんですけど、今回もやっていきたいと思います。で、前回ねラルトス、ココロちゃんがねキルリアに進化したということで、図鑑説明を見てから行こうかなと思います。キルリア、感情ポケモン。80センチ 20.2キロ。サイコパワーでできた空間の裂け目から未来の出来事を見る力を持つ。晴れた朝は気分よく踊ると言われる。もうなんか見た感じがさ、バレリーナみたいなね見た目してるから、すごい優雅だね。はい、こんな感じかなと思います。はい、まだ朝なんとかその辺はゲットしてないですけど、朝なんて出てきたっけ、あの野生で。ちょっと覚えてないな。はい、じゃあねこの上の方進んでいきたいと思います。煙突山ロープウェイ乗ればこの先すぐなんですけど、ここのトレーナーたち戦ってないので、戦ってから行きましょうかね。あ、しまった、あの有利なタイプの子がいないけど、まあ心に任せましょう。ではでは戦っていきます。山登りで鍛えた俺の足腰、ちょっとやそっとじゃくじけないぜ。お、ずっと足が痛い。ちょっと俺のリュックから重たいを出してくれ。じゃ違うよ、それはポケナビだろ。もういいよ登録するからそんな怒らんでもいいやん。山男の検索をポケナビに登録した。はい、検索さんね。じゃあこっちの人も勝負を挑んでいきましょう。お、上に何やら見えますね。わっはっは、どうだ、俺と勝負しないか。わっはっは、なんか笑い上手なんかなこの人。ゲラなんかな。春信さんですって。ドンメル、そういえばさっき戦ってて、ちょっと無言で戦っちゃってたんでカットしてると思うんですけど、心のね後ろ姿って前回見ましたっけ。ちょっと忘れちゃったので心の後ろ姿を眺めながら戦っていきたいと思います。なんかさ、その頭の横の緑の部分、なんかツインテールみたいで可愛いよねあ、ワンリキ相性いいね。ただこっちのアングルから見るとさ、すごい腰からお尻にかけての部分がなんかこっちにクイッて出てて、なんか可愛いね。はい、一発でした。よし、 OK、 レベル21。瞑想ってなんだっけ。精神を集中させて特攻と特防を上げる。あ、いいじゃんこれ。鳴き声と変えましょうか。鳴き声とか全然ね使ってないんで、はい、なんなら念力以外あんまり使ってないですけど、テレポートはね、あの裏で街に戻るときに対応させてもらってます。楽だから。負けた、わっはっは負けても笑うなんてすごい明るい人だね。色鮮やかなキノコを食べたら、わ、笑いが止まらない、わっはっはそっちか、そういうことね。なるほど、毒キノコ系を食べたと。なんだなあ、おい、リーダーは本当にあいつを目覚めさせるつもりか。そうらしいな。だがそのためには隕石が必要なんだってよ。はは、それでさっき仲間が恥つげに向かったのか。あ、彼らが戻ってくるまでは誰もここを通すなってよ。はい、ということらしいですね。恥つげって言葉が出てきましたけど、めちゃめちゃ言いにくくない当時から思ってたんだけど、町の名前とかさ、なんかね持ち物の名前とかやたら言いにくいやつってたまにあるよね。お、早速新しい子が出てきた。コータス、野生のコータスが現れた。どうしよう、心に頼もうかな。コータスといえばポケモンのアニメをね当時私も見てたんで、なんかすごい感動する子、サトシのコータスはめちゃめちゃ、なんだろう、泣きやすい子だったっていうイメージがめちゃめちゃあります。
どうしよう、これ一回投げてみようかな。いけるかな。ちょっとコータスってあんまり捕まえにくかったイメージあるんだけど。いけ。一回もいかないですね。スモックって毒タイプの技でしたっけ。ぽいね。ちょっともう一回行ったら耐えれるかな。耐えろ。耐えないか。ごめんコータス。倒してしまったけど、出てくることは分かったので、電磁波使える鳴神に先頭にいてもらおうかなと思います。あ、これ怪力で動かすやつですね。ちょっと待ってよ。怪力誰が覚えられるでしょうか。コタもいけるな。コタにちょっと覚えさせようかなとも思うんですけど、ちょっともうちょっとメンバー的にいろいろ考えたいので、ごめんなネム。ネムよろしく。はい、引っかくかな。ネムがどんどん秘伝技要員として成長していく。はい、ごめんね、なんか全然怠けてさ、怠けさせてあげられないけど。あ、やっぱり今使えないね。あれか、多分ジムバッジを手に入れないと使えない技ですね、まだ。じゃあちょっとコータス出てきたんで、捕まえるまで待ってましょうか。あ、ワンリキーだ。ワンリキーもまだだね、捕まえよう。じゃあスパークお披露目でいこうかね。ビリビリビリ、いいね、いい感じの減らし具合。モンスターボールでいけるかな。1回2回3回、ゲット。よしよしよし、順調。やっぱりコータスが捕まえにくいのかな。ワンリキ、怪力ポケモン、80センチ、 19.5キロ。あらゆる格闘技をマスターするために厳しいトレーニングを続けている。力持ちで相撲取りも楽々担ぐ。こんなちっちゃいのにすごいね。じゃあ名前つけていきますか。はい、ちっちゃいけど力がある、パワー、ん？力持ちのゴリキくんでいきます。切れてないっすよって言いそうですけど、はい。ではでは、もうちょっと探していこうかな。お、ドガースだ。ドガースさ、当時から思ってたけど顔ちょっと怖くないって思う。なんか夜とかにちょっと下からライト照らしてさ、バーンって出てきたら怖くない？実際いたらやっぱ可愛いもんなのかな。なんかさ、ポケモンのアニメとか見てると、やっぱ実際、うわ、毒だ。実際っていうか、なんかそう動いてね、表情とかがさ、豊かだと、やっぱりどんなポケモンでも可愛く見えるよね。さあ、ドガース来てくれるかな。ホワイトが言っちゃったけど、1回、2回、3回、ゲットー。よしよし、鳴神のスパークがめちゃめちゃ、ね、ありがたい活躍をしている。ドガース毒ガスポケモン、60センチ、1キロ。あ、軽いんだね、ガスだからかな。ドガースに近づくと薄い皮膚を通して毒ガスの渦巻く様子を観察できる。へえ、少しの刺激で大爆発を起こす。なんだろうな、ちょっと危険なんだね。じゃあ名前つけていきましょう。はい、ウが入りきらないんですけど、なんか見た目がそれっぽいなと思ったので、コンペイトちゃんにします。長いな、5文字ってなかなかいないぞ。はい、コンペイトちゃんから毒を食らっているので、毒を治していきたいと思います。お、出てきたマグマック。ゆうきくんが持ってるイメージですけど、マ
角膜か、なんか火傷にさせられたら厄介だけど、とりあえず捕まえようね。岩落とし、大丈夫、全然大丈夫。いいね、ここに来て新しいポケモンがバンバン出てくるよ。新しいポケモンっていうか捕まえてないポケモン。1回、2回、3回、ゲット。いいね、調子いいです。マグマック溶岩ポケモン、 70cm、 35kg、 結構重いね。火山地帯で暮らす、ポケモンの一種。体が冷えると皮膚が固まってしまい動けなくなるため、マグマのそばで眠る。へえ、じゃあ絶対冷え性にはならないですね。冷え性にならないっていうか、なれないっていうか。じゃあ名前つけていきましょうか。はいマグマックの練り飴くんでいこうかなと思います。なんかあのドガースにコンペイトちゃんってつけてから、なんだろう、縁日みたいなイメージが湧いてきちゃって、マグマックのなんかあのぬめっとした感じが練り飴に似てるなって思って、もうこれしか思い浮かばなくなりましたはい、なかなか斬新かもしれないけど、練り飴よろしく。なんかさ、私結構FF13-2 の実況を今並行でやってるんですけど、それもモンスターを仲間にできるんですけど、そのモンスターの名前もなんか割と食べ物の名前に惹かれがちなとこあるよね我ながら今思いました。あのネギマとかさ、ね、あと他にも今んとこつけてはないかもしれないですけど、ちょっと今この収録をしてる時点ではいないんですけどね。なんか唐揚げとかつくねとかにハマってしまうってか、可愛いって思っちゃう。なんだろうね、食べ物大好きなんかな、食いしん坊なのだけなんでしょうか。なんかシレットワンリキ倒しちゃったけどごめんね。はいコータス引き続き探したいと思います。来ました来ました、コータス。ただ今スバローをちょっとね先頭にしてたんで、鳴る神耐えれるかな。もし攻撃が来てしまった場合、煙幕、うーん、まあ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 大丈夫、一発ぐらい効いてくるね呪いは素早さ、攻撃、防御が上がるのか。まあでもスパークは特殊攻撃なんで、はあ、救助怖い電磁波をやりたい。電磁波いけるかな、鳴る神。煙幕2回食らってるけど頑張れー。呪い全然攻撃してこないね、ひたすら自分を高めている向上心の塊かな。うわ、なかなか、うわー、煙幕やだなー。当たるまで、もしくは攻撃してきて、うわスモップか、毒になったら厄介なんだよなとか言うとなるからな、やめといた方がよかった。フラグなんだよこういうの絶対あ、いいよいいよいいよ、鳴神ありがとう。そしたらどうしようかな、鳴神入れ替えようかな。入れ替えてからザクロに入れ替えて、スモーク、やだー。フォータス捕まえたら一回近接に戻るのもありですね。私毒消し持ってないんで、モモンの実に頼ってるんですけどちょっとこれは毒消しは買っといた方がいいかもしれないと思う。あっ、くそー、あと1回はじゃない、3回揺れてたのにな。うわー毒嫌だ。スーパーボール行くか、スーパーボール、スーパーボールレッツゴー。1回2回3回ゲット、よーし
やっぱりちょっと捕まえにくかったですね。あとあんまり出てこないコータス。はい、コータス石炭ポケモン、50センチ 80.4キロ。石炭を燃やすエネルギーで戦う。鼻の穴から煙を吹き出すときに機関車の警笛に似た音を鳴らす、音を出す。あー、なんかアニメでもそういうイメージある、じゃあつけていこうか。はい、やっぱりアニメの印象が強くて感情的というか感激しやすい、感情から来てエモーショナルからのエモくんにします。はい、エモくんよろしく。じゃあ一旦回復しに戻りたいと思います。毒を食らっちゃってるしね。あ、使えない。これ鳴神が耐えられるか。4、5、6。怖い怖い怖い。テレポート。はい、近接に戻ります。あー、よかった、びっくりした。そっか、中だと使えないんですね。あんまりテレポートに頼ったことがなかったもんで知らなかったですけど。よーし、回復したので、せっかくなんでね、新しい子たちの紹介をしましょう。ほっとくと私は忘れてしまうという前科があるので、これはあれだね、多分どんどんからですね。どんどんから紹介していきましょう。どんどん鈍感、メロメロ状態にならない、寂しがり屋なんだって。かわいいなあ。あ、チーゴの実持ってますよ。チーゴの実は確か火傷を治すやつでしたね。はい、じゃあワンリキーの小力、根性、異常の時攻撃が上がる。臆病なんだ。へえ、なんか臆病だけど優しい力持ちって感じがかわいいねなんかすごい妄想豊かだな私は。コンペトちゃん、浮遊地面タイプの技を受けない。うっかりなのか面白い、なんかその見た目と合ってる感じがする。え、忘れちゃったみたいな、かわいいな。攻撃特攻、あ、いい感じに高いんだね。毒タイプも私あんまり育てたことないんですよね。ドガース育ててみたいですけど、ドガースはね、やっぱ小次郎のイメージだね、アニメのすごい仲良かったイメージある。ネリアメ、炎の体、触った相手を火傷させる。冷静な性格なんだ、こんなにも熱い男なのにって感じ。ただ名前はネリアメっていう、かわいいあ、特攻高い。へー、マグマ君も育てたことないな。はい、エモくん、白い煙、相手に能力を下げられない。あ、そうなんだ。ちょっとデバフ全然効かない子なんだね。穏やかな性格、炎の抜け道で出会った。穏やか、いいね。みんななんかそれぞれ個性が見えてくる穏やかなんだけどすごい感動しやすいエモーショナルなエモくん、いいな。なんかすごい愛着湧くな本当に。ちょっと私こうちゃんとこう空白なくボックスを埋めていきたいタイプなのでこうしましょう。で、ボックスをずらしておくことにより新たな子たちの紹介漏れを防ぐという、これをね岩尾から学びました。はい、ではさっきのところまで戻っていきます。さあ、炎の抜け道抜けてまいりました。全然ね、あそこは広くないので簡単に抜けることができます。どうしよっかな。ポタと鳴神でダブルバトル挑みましょうかね。はい、こっち向いてくれないかな仲悪いのかな二人とも。あれ、全然向いてくれないな。あ、そうだ、騙された炎の抜け道で捕まえたホカホカのポケモン見ててやろう。まあまあまあいいですよ、こうなったらシングルで楽しみますよバトルを。
はい、ここの木の実も回収しまして、チーゴの実って私見たことあったっけ、タグで。ないね。チーゴの実、硬くて苦い、葉っぱの部分が長く丸まっていると実がとても苦くなるらしい。へえ、いちごが多分モチーフだとは思うんですけど、なんか正反対の味って感じだね。甘みと苦みで。どうしよう、ここの草むらも一応ちょっと見ていきますね。なんか見た感じドンベルとマリルぐらいしかちょっと出てこなかったんで先に進んじゃいます。でこっちなんですけど、ちょっと行ってみますね。はい、砂漠の砂嵐がひどくて先に進めないってことで、まあ、見覚えあるかと思うんですが、こっちの下の方に先ほどまでいた近接の近接シティの方角になりますね。でその砂漠を避けて北の方に来た感じです。ああダジャレじゃないよはい、じゃあやっていきましょう。君がポケモンをどこまで鍛えているか見せてもらおう。エリートトレーナーかな。お、ですね、ゆうすけくんだって。なんかさ、ポケモンの世代ごとに、なんだろう、敵トレーナーというかトレーナーのデザインがいろいろあって、いつだったかな、なんか XY とかだったかな、ちょっとシリーズちゃんと覚えてないんですけど、エリートトレーナーの女の子のデザインがすごい可愛いなっていうのがあって、いつだっけ、まあでもちょっと新しめな感じのやつ。 XY のね、敵トレーナーのデザインが結構好きな子多かったような記憶があるんだよな、曖昧すぎるけどやっぱり一応ね、ポケモンは全シリーズやってるのかな、やってるような感じがするんですけど、あとなんか世紀のってか、こうまさにポケモン一緒に冒険して強くなっていくポケモンっていう感じのポケモンは多分全部のシリーズ1回はやってると思うんですけど、新しめの方になるとちょっとやっぱりなんだろう、プレイする回数が少ないから、ね、時間とかもそんなに、取れなくなってくるじゃないですか、どうしても、ね、学生さんとか社会人の方もそうですし、でそんなに繰り返し繰り返しやれる時間がなくって、だから記憶が曖昧なんですよねだからこそ実況とかで、ね、新しめのポケモンとかやれたらいいなとも思うんですけど、その DS のゲームとかですと、私その DS のなんかいろいろあるんですよね、その実況を整える環境が。で実況できる用の DS を持ってないので、まあ、そのシリーズは実況できないんですけどね。ソード&シールドとかならスイッチは多分実況できるので、いつかやれたらそれもやりたいなとかも思うし、前にアンケートさせていただいた時に聞いたファイアレッドリーフグリーンとか、それこそゲームキューブで出てたポケモンコロシアムとかね、やりたいなと思う。なんかポケモン楽しいねやっぱり結局そこなんですけどね。なるほど、かなり鍛えてるね。はい、ありがとうございます。あ、え、スバルを進化すんの、うわー、え、レベル22でしたっけ。もうちょっと遅いかと思ってたけど、キラキラキラー、あーかっこいい。おめでとう、スバローはオスバメに進化した。オスバメかっこいいよね。君の鍛え方参考になるな、気が向いたら再度戦ってほしい。はい、ゆうすけくん、進化しましたよ、スバローがついに。真面目なスバローがちょっと麻痺になっちゃってるけど、あ、でも異常の時攻撃が上がるから今すごい、なんだろう強いっちゃ強い状態なんだね。いやーかっこいい。なんか鳥ポケモンやっぱかっこいい子多いよね。鳥ポケモン好きな子多いんですよ。
オオスバメは結構かなり好きな部類に入る鳥ポケモンですね。オオスバメ、ツバメポケモン、70センチ、あ、そんなに大きくないんだね。1メートルないんだ。ちょっと大きさ見ていい？あ、え、ちっちゃい、かわいい。いやいやいや、そんなにちっちゃいと思ってなかった。70センチ、 19.8 キロ。遥か上空から急降下、狙った獲物は絶対に逃がさない。暖かい土地を探して移動する。なるほどね、凛々しくなりました、スバローが。なんかやっぱ最初の方に出てくる鳥ポケモンって進化して仲間、ん？旅のパーティーとしてずっと一緒にいる確率高いんですよね。はい、でこの人、え？何をしてるかって？ポケモンの技を使ってここに僕だけの部屋を作ろうと思ってね。そうだ、この技マシンをあげるから君も作ってみるかい？はい、ということでもらいました技マシン43。鶴が落ちそうな木に向かって秘密の力を使ってごらん。鶴が落ちてきて木の上に登れるよ。それでね、上には広い部屋があるから僕はそこに好きなものを置くんだ。自分だけの秘密の部屋、そう、秘密基地さ。君も作るといいよ。そうそう、秘密基地を作れる場所は木の上だけじゃないよ。小さなくぼみがある壁なんかにも秘密の力を使ってみるといいよ。僕も他の場所を探してみるね。それじゃ。はい、この秘密基地要素楽しいよね。後々の世代には引き継がれなかったと思うんですけど、あれか、リメイク版では出たのかな、出たってか作れるのかな。違う、技マシンの43。戦う場所により敵に与える追加効果が変わる。ノーマルで威力70は結構強いんじゃないだろうか。結構みんな覚えられるんだな。どうしよう、ザクロとかに覚えてもらってもいいかな。物理が強い子っていうと、あ、そっか、コタロウもそうなんだね。スバロウ攻撃力高っ。あ、でもコタロウも強いわ。あ、ザクロはそんなにか。特攻と攻撃そんなに変わらないんだったら、え、これコタロウに覚えさせてもいいな。コタロウ行っちゃう？どうしよう、怪力も考えてたんですけど、待っていい？秘密基地をねお見せしようと思ったんですけど、ちょっともうちょっと考えますわ。ごめんね、なんかすごいグダグダして。健康ばあさんの家、疲れたと思うなら寄ってらっしゃい。お邪魔します。お、テレビやってるね。あらあら、あなたのポケモン疲れてるんじゃないかい？よかったら休んでおいき。そうだ、それがいい、そうしなさい。そうそう、ここでゆっくりしておいき。ありがとうおばあちゃん。あらあら、まだ疲れてるんじゃないかい？もう一度休んでおいき。そうだ、それがいい、そうしなさい。ここではいを選ぶと延々とねリピートされるんで。そうかね、本当に大丈夫かい？遠慮しなくたっていいんだよ。ねえ、なんか寂しいのかなとか思っちゃうよね。ここに一人で住んでるってなかなかよな。はい、でもみんな元気になりました。じゃあテレビ見ていこうかな。トレーナーを求めて。はい、私は今111番道路に来ています。今日はここで新しい才能を発掘しようと思います。今日私が注目したトレーナーは翡翠さん。私はこのトレーナーに何かを感じます。さて、トレーナーの実力を見るには戦ってみるのが一番早い。早速調査を開始します。というわけで戦ってみたのですが、見事にボコボコにされました。表現ちょっと気をつけてね。翡翠さんやたら強いですね。あまり褒められてる気がしない。で、戦った感想を言わせてもらいますと、ラクライとワカシャモのコンビが最高でしたね。ラクライとワカシャモがお互い助け合って戦う姿、あー、なんて素晴らしいんでしょう。私たちとの勝負で最後に使った火の粉もラクライとワカシャモの友情の火の粉なんですね。
対戦の後ひそひそに今の対戦の感想を聞くとちょっとこれ思い出して笑えてきちゃうの。余裕って答えてくれました。ひすいさんのポケモンのラクライト若者も、そして余裕、なんか意味の深い言葉よね。やめて深読みやめて、恥ずかしいから。やはりいいトレーナーはいいこと言ってくれますね。さてそれじゃあまた次回の放送でお会いしましょう。いやなんかすごいいいよ、そんなよいしょしてくれなくてって感じなんですけど、恥ずかしいな。あこれね、ダート自転車だと登れないんですよ。自転車変えてくればよかったな。まあいいや、覚えてたらまた来ます。はい。いつも水をあげてたらたくさん花が咲いたんだ。そしたら木の実もたくさんできた。はい、これあげる。ツリの実ありがとう。頑張っていろんな色の木の実を育てるんだ。お姉ちゃんも頑張ってね。はい、ちょっと木の実育てには貢献できませんが頑張ります。ここに新しい人がいないのでここの木の実をね回収していきます。はい、回収し終わりまして、ツリの実は見たことあるかな、ないかな。とても硬くて辛くて渋い赤い実は食べるとちょっぴり辛い、育つのが早く4時間で実をつける。あ、めちゃめちゃ早いね、急成長するんだな。なんか早送りのカメラで撮ったらねすごい、なんだろう、成長の経過が短時間で見れていいね。あら、あなたのポケモンかなり強そうだわ、ぜひお手合わせしてくれない。お、あなたみたいな強い人とお友達になりたいわ。エリートトレーナーのマリアさん、はい、ちょっと今の戦いで心が麻痺になっちゃったのでおばあちゃんのところ行ってきます。はい、回復してまいりました。進んでいきましょう。そろそろね、次の町ぐらいは着かないと。でもまだちょっと距離はあるんですよね。はい、この何やらポフポフしてるなんだっけ、草むらなんですが、これはあとちょっとでわかるかな。エアマダだ。エアマダもフォルムかっこいいよね。育てたことないけどめちゃめちゃ硬そう。あ、残ってる、あ、残ってる残ってる。いい感じに削ってくれましたね。そして静電気で麻痺、ありがとう。エアマダの羽触ってたらね、油断したら手とかちょっと切れそうはい、おいでーおいでおいでー、1回、2回、3回、ゲット。よーし、エアームドを捕まえたぞ。エアームド、鎧鳥ポケモン。 1.7メートル、50キロ。鋼の体と羽を持つポケモン。昔の人は抜け落ちた羽を使って刀や包丁を作っていた。すごいね、頑丈なものができそうですけど、てかそのなんだろう、羽重さないのかな、重くても飛べる仕組みなのかな、じゃあ名前つけていきたいと思います。はい、かなたちゃんにしようかなと思います。まあ語源っていうか元は刀ちゃんにしようかと思ったんですけど、ちょっとな響きがなと思ったのでかなたちゃんにします。はい、ボックス2に転送されました。ということで進んでいきましょう。火山灰積もった草むらの上歩くとどこを通ったかわかるから楽しくなっちゃう確かに足跡つくもんね。足跡って言っていいのかわかんないですけど、はい、でここら辺のトレーナーもねバッサバッサ倒していきましょう。すごいトレーナーこの辺密集してるな。見つけてくれてありがとう。でも勝負は別だよ。どっちかっていうと私が見つけられた方なんだけど。僕と戦うって言うんですか、まだ捕まえたばかりなのに。あれ手前の子は勝負しないんでしょうか。忍者ごっこの村正と怪獣マニアの道を、新しいよねトレーナーとしては。ドガース、ココドラ、
新しいポケモン出てきましたよ。テッカニン、ちょっとイントネーションわからないですけど、テッカニンは虫タイプなので、あれ飛行タイプ入ってたっけ。ナルカミのスパークが効くんじゃないでしょうか。ちょっとコタロウの相性がそんなに良くない。テッカニンはね、とあるポケモンからの進化なんですけど、どうしようか。私はその子の進化を見てみたいかなと思うので、まあ誰かは察しのつく方は分かるかもしれませんが、一応伏せておこうかな。うー、毒が痛い。噛みつくてどれくらい効く？あ、でもそんなにですね。あれかな、特殊技だからかな。 OK、 とりあえず倒せましたよ。鳴神の毒が心配なんですけど。忍法火山灰隠れ、めっちゃむせそう。でもう終わり？か、勝って嬉しいですか？こんな僕に勝って嬉しいですか？やめて、そんな自虐みたいに走らないで。そして連戦と。もしかして火山灰集めの途中だった？はい、ちょっと道具でね、回復させました。シルバースプレー、ここの上は何かあるかな。なさそうですね。 OK、 じゃあ先進んでいきましょうか。この色が変わった草むらは火山灰ということで、お、パッチールが飛び出してきました。新しいですね。このパッチールは、パッチールもなんか特殊だよね、ポケモンの中では。あー、大丈夫か、大丈夫だ。もうちょっと減らしたいかな。いいね、これで麻痺とかになってくれない？麻痺にならないか。パッチールが特殊って言ったのは、なんか模様がついてるんですけど、なんだろう。ね、オレンジというか、何色なんだあれは。朱色？オレンジかな？の模様がついてると思うんですが、なんかめちゃくちゃ種類がいるらしくて、それぞれパッチール、よくよく見てみると顔の模様が違うみたいです。パッチールブチパンダポケモン、 1.1m って結構大きいんだね。 5kg、 1匹ずつ違うブチ模様が特徴。ふらふらとおぼつかない足取りは相手の狙いを外す効果があるらしいですね。はい、では名前つけていこうかな。でもなんかちょっと思い浮かんじゃったのですぐつけます。千鳥で。フラフラーっていうね、なんかおぼつかない足取りってことで、千鳥足からの千鳥ちゃん。はい、よろしく。ではでは、そのまま進んでいきます。お、ナックラーだ。いいなぁ、ナックラー欲しい。ナックラーのね、進化系がめちゃめちゃ好きなんですよね。なんかさ、私初期っていうか最初にやった頃、ナックラーの顔がどれか全然わかんなくて、ね、今一番大きいギザギザっとしたところがもちろん顔なんですけど、勝手にあれハサミだと思ってたんで、顔はどこにあるんだろうこの子っていうのがずっと謎でしたね。なんでだろうね、なんか思い込みってすごいよね。はい、正幸くんに勝ちました。ピュー、負けた。わ、スバローの後ろ姿というか横顔がめちゃめちゃ凛々しくなってたな。お得な掲示板、バッグの大切なものに入れた道具を登録しておくと、セレクトボタンを押すだけで使えるようになって便利です。はい、もう活用しております。はい、パチール出てきましたね。見てもらったらわかるんですけど、さっきの私が捕まえた千鳥ちゃんとは顔の模様が違いますね。はい、ちょっとナルカミの体力が減っているので、レベル並んできたからザクロに任せようかなと思います。
パッチールコンビが来ましたよなんか左のパッチールちゃんなんか前髪があるみたいで可愛いね。前髪パッツンでちょっと分けてる子って感じ。すごいな、この今バニールポケモン全員オスなんで暑苦しいというか、なんだろう、おおしいいい言い方をすればおおしいんでしょうか。さてさて、もうね、スバローとコタローのコンビは攻撃力が高いのでなかなかスムーズに終わらせてくれます。勝てなかった、つまんないから火山灰集めようねねちゃんとななちゃんでした、この双子ちゃんね。わはは、今の科学力はすごいですぞ。なんとこの火山灰をガラスに変えることができるのです。すごいよねこれ。はい、じゃあここ入っていきたいと思います。看板読むの忘れちゃった。親方が話すのに合わせてビードロ吹くと楽しか。ペコペコペコポコ。ビードロね。この辺りは火山灰だらけ。ペコペコ。私すごいよペコペコ。私これ当時ね、なんか変わった語尾で話すおじちゃんだなって思ってたんですけど、多分これビードロ吹きながら喋ってんですよね。男の子が言ってた通り。火山灰をガラスにしてね、それで道具作るよペコペコ。君もこれで火山灰を集めなさいペコペコ。灰袋を手に入れた。その袋を持って灰の積もったところを歩くと、あら不思議、袋の中に火山灰がどんどん溜まっていくよペコペコ。火山灰が溜まったと思ったら私のところに来なさいペコペコということで、なかなか癖の強いおじちゃんでしたが、これでね、外に出るとこの今なんだろう、茶色い草むらがを歩くたびに火山灰が溜まってっていろいろ道具を作ってくれるわけですね。ガラス細工の店、火山灰からガラスの道具。いいよねビードロ、綺麗だよね。灰の中からドロロン、勝負でござる。忍法ポケナビ登録の術でござる現代っ子。はい、金次くんですね。さてもう少しで次の町に着くと思いますが、お、技マシン影分身だって。まあ使うかどうかはちょっとまだ未定ですけど、山の噴火は地球が生きてる証拠。はい、もうすぐ恥告げタウンというところまでやってきましたが、ちょっとこちらが満身創痍なので並び替えて心とコタでいきたいと思います。ほい、あったかくて眠くなっちゃう、眠気覚ましに相手をしてよ。お前なんかこの翼で吹き飛ばしてやるぜ。もう飛行タイプの使い手かな。お、ピクニックガールののどかと鳥使いのカズタカだって。鳥使いくんかっこいいな。カズタカくん。はい、勝ちまして、やーっと着きました、恥告げタウン。よかった、こっちのポケモンもうなかなか削られまくってるので大昔のポケモンってどんな姿だったのかしら。この町の外れにいる化石マニアなら教えてくれるかも。カセピだって化石ポケモンロマンあるよね。この恥告げの畑ではな、火山灰の中でも育つような丈夫な木の苗を植えてるんじゃ。すごいよね植物って本当に。で、はい、あのパソコンの前にいる女性に話しかけたいところなんですが、彼女は誰なんでしょうかね。さてさて、あなたは翡翠ちゃんというのですか。あなたトレーナーなんですね。ということは私の作った預かりシステム使ってますね。だって使いたいからパソコンの前にいる私に話しかけてきたというわけですよね。簡単な推理ですあれこんな人だっけ。あ、私まゆみと言います。預かりシステムを使っているトレーナーに会えてすごく嬉しいです。よかったら私の家にも遊びに来てください。114番道路にありますから。
はい、今までずっと誰かのね、ボックス？パソコンだっけ？誰かのパソコンだった預かりシステムなんですけど、まゆみさんが作ったシステムなんですね。はい、じゃあかなたちゃんと千鳥の紹介をしていきましょう。鋭い目、相手に命中を下げられない、冷静な性格だっていいね。なんか見た目とも刀から来てるっていう名前の由来とも合致します。あー、パラメータ高いですね。防御がすごい高い。はい、こんな感じです。次、千鳥。マイペース、混乱状態にならない。へー、頑張り屋な千鳥なんですって。いいね、なんか応援したくなっちゃうな。はい、こんな感じのステータスです。 OK、 いいね、順調。またちょ、整理したいだけなんだ。はい、 OK、 だいぶ仲間も増えましたね。この二人なんかね、似てるねあ、ちょっと待てよ。はい、これやっとかないと忘れちゃうんで。 OK、よし。ではでは、回復、あとごめんね、なんかすごい下っててネムと誰を入れ替えようかな。シルバーかな、レベル的に入れ替えて、ネムここに置いとこうかな。どうしようかな。他の子たちは舞茸とも変えたいんですけど、変えちゃう？いや、ちょっとこのままでいこう。はい、ではボックス2に変えておいて、久しぶりのシルバちゃん。そう、あの炎の抜け道とか、抜け道？抜け穴？どっちでしたっけ？あれがあったから、ちょっとシルバちゃんには外れててもらいました。炎タイプ、あ、でもめっちゃ弱点ってわけではないのか。はい、今更ですがでは今回はハジツゲタウンに到着ということで、次回は町探索とその先へ進んでいきたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。